あ、おる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 。トゥデイもいますね。ということで、デイ2でございます。本日は、ベイトフィネス、持ってきましたよ。ということで、やっていきましょう。前回はね、ちょっとタックルがあんまりだったので、本当になんとか一本頑張って絞り出したぐらいの感じだったけど、今回はね、道具は万全でございますから。ただ、リアクションダウンショットは、この間やったね、釣りは、ぶっちゃけ釣れて当たり前なので、ちょっと可能性を開拓していこうということで、ルアマーガさんから届いたやつですね。とかを、こういう風に、いろいろ持ってきました。リアクションダウンショット以外のやつをね。特にね、ダウンショットやっぱり、シンカーが大事というか、どうしてもね、ボトムから近いところにバスが行ってくれないと厳しかったんですけど、特にね、でかいメスの魚とかはね、途中層に浮いてることが多くて、それをどうにかして釣れないかなと思って、今回はその新しい開拓をできたらなと思ってはいるんですけど、もうそれは無理だっていうことで、メスが岸辺に差し込んでくれるのを待つか、もしくはね、リアクションダウンショットを中層で使う、効果があるのかわからないけど、中層で使う方法の方がいいのかみたいなのも考慮しながらね、ちょっとやっていきたいと思いますが、基本的に中層で使うってなったらね、サスペンドルアーになっちゃうよね。サスペンドルアーってやっぱりあんま良くなくて、そのファーストインパクト的な意味で沈んでくれるから意味があるのはある。ただ沈んだら中層で止まらないこのジレンマ、それを解決するのは潜っていくタイプのルアーだとは思うんだけど、潜る角度がな。ただ理想はね、垂直なんよ。垂直で潜ってくれたら最高なんだよ。でもそれ現実問題無理よ。こう斜めになるでしょ、絶対斜めになるから、さほどって感じ。なんでかっていうのはなんとなくですけど、まあなんとなくっていうか、こうこうこうでこうだからこうなんじゃねえかなはあるけど、若干オカルトが入ってるんで、まあなんとなくで済ませておきます。とりあえずシャットからいきましょう。この手の釣り、中層系の釣りは一番可能性を感じてはいるけど、懸念すべきは潜る角度ね。あ、今日曇ってるからさ見えないな。さっきいたんだけど、俺が準備してる間に消えちゃったから。あ、来た来た来た。あー、ダメだ。だよね逃げましたね。ルアーがさ、たどり着く前に気づいちゃって逃げちゃうんだよね。あんま良くないかもしれない。シャットは定番だけど、スピナベサイトと一緒なんよな。こういう魚を狙うのには向いてないってことです。本当のリアクションさせるにはシャットは微妙かもしれない。本当のリアクションって反射食いね。みんな反射食いだと思ってると思うけど、リアクションバイトを、あれね、食性だと思う。まあ正確に言うと、スイッチが入る入らないっていう話で表現した方がいいと思う。そのスイッチが入る入らないが食性に絡んでると思うから、あれなんだけど、嫌がってほらね、当たり前だよね、そうなるよね。ダメだ、シャットじゃダメ。そういうのを反応させるのがみんなが言うリアクションバイトだけど、イメージするのとは違う。五感としては反射食いじゃなくて強烈な餌食いね。本当の反射食いは、まあ、リフレクションビヘイバー的な、思わず手を出してしまうみたいな。目の前にボールが飛んできたから、うわって。このバイトね。このバイトを出すにはファーストインパクトなんですよ。目の前にボールが飛んでこなかったら、うわってなんないじゃん。足元にボールがトーンと横をトーンって飛んできたらびっくりしないでしょ。目の前だから反応するんです。で、追っかけたりしない。ルアーがあの辺飛んでいったからグワッて追っかけて、うおってなるわけないじゃん。意味わかんないじゃん、それ。追っかけるなんかありえないんですよ、反射食い で追っかけるってことはスイッチが入って、なんだなんだって食いてえなみたいな、そんな気持ちがあるから追っかけるよね。その気持ちの入り方が、まあ気持ちって表現は擬人化しすぎない気がしなくもないですが、気持ちの入り方が強いか弱いかだけ。だから弱かったらライトリグとかでスーパクなんやけど、強かったらジャークベイトをプッパッってのにドワンドワンドワンって、その違いなだけだから、両方同じ食い気だと思ってますけど、食い気がないこのゴリゴリのプレスポーンのタイミングだったら追っかけるわけがないから逃げるのよね。でそんな釣りはいかんと。それに反応させるのが本当のリアクションですか、まあリフレクションですね。その方法の最も効果的なやり方がダウンショット、ヘビーダンなんですけど、それが中層でできないっていう問題がある。さあ、メタルバイブです。メタルバイブもダウンショットと同じような効果がある。むしろダウンショットよりも効果的だっていうのはイメージではわかると思うんだけど、もうリアクション変調みたいなやつだから、これを中層で使う。
これが中層で使えるなら別にダウンショットも中層で使っていいんじゃないかなとは思うんですけど、どうだろうな。いざとなったらダウンショットを使いますが、ちょっと今まだそのタイミングじゃない。検証をしたいからね。今日日の光が足らんな。見づらいです。あ、いたいた。もうちょっと近くに来てほしいな。精度重視だから。いや、ダメダメだ。ちょっと日の光が少ないから見失ってしまう魚を。要所要所でどこ行ったし。あー、ダメだ、逃げる。強すぎるんか。普通にダウンショット使った方がいいんじゃないか。諦めました普通にダウンショット使ってみましょう。ダウンショットを中層で使うって感じ。ルアーマガジンさんから送られてきたドロップショットミドです。色がな、不人気そうな色してますね。さあ、あえて中層で食うかどうかの確認をしたい。もう超やりやすい。もう雲泥の差。見て、この着水音。あの着水音をやるのにスピニングって100回投げないと、100回やって奇跡が起こらないとあの着水音にはなんなかったんだけど、せめてこんな感じ。でもベイトフィネスやったらもう必聴です。当たり前のようにできます。さあ、あとは中層でこれが成立するのかどうかですね。いや、魚の反応見えねえな。なんとなく影が見えてるだけだもんな。ちょっとマジで見えん。おい太陽、出てくれよ。何も見えねえよ。ん？どこ行った？マジで見えん。あー、今日はこれとの戦いか。あ、いたいたいた。オッケー。あー、遠い話にならん。もう一回。お、いやー、完璧やった。反応した。食わんかったっていうか、口の中に入らんかった。中層だからルアーが止まってないから。止まってたら食ってた。あれどうやって食わせればいいんだろう。マジでわからん。反応はした。だから反応はさせられるけど、口の中に入んない。止まんないから困った。今のは良かったんだけどな。1回目ちょっと話しすぎたなと思って、2回目で合わせられたんだけど、止まってなかったから食わなかったな。あ、もう一回チャンス、もう一回チャンス来たよ。あー、これはダメ。近すぎ。はい、ダメです。はい、最悪です。あー、着水音が出てしまいました。今のは今聞こえましたか？マイクで。絶対聞こえてないよね。あれでダメなんだよ。そはな、スピニングで話にならんっていう話でな。あ、食った。よし、オッケー。やばい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 。どないなってる、どないなってる。やばい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 。あ、外れた。なんてこなたい。すげえ巻かれた。いい。あ、なんじゃこりゃ。外れちゃった。危ねえ。回収できた。巻かれたせいでバレちゃって。飽きただって見えないんだもん、釣れないとかの前に。見えないからやりようがねえよ。ということで、諦め申した。はぁ、やってらんねぇ。曇ったらダメってことですね。こういうサイトは。普通の食い気ムンムンなバセットいけるかもしんないけどさ。あんなプリスポーンの魚無理です。となると、俺がやることって何ですかね。ブラインドで、なんか食い気のある魚狙うしかあるめえなんやけど。そんな魚が、
いるんですかね。おらんことはないやろうが、見えないもんもしょうがないということで移動しましょう。と言っても移動といってもサイトフィッシングしないだけでこの辺やるけどね。あの辺ラインなくなる。ブラインドで普通にやっていきます。釣れるんですかね。で、曇って風があるっていうシチュエーションを我慢するんじゃなくて生かしていかないとどうしようもない感じですね。今回は昨日持ってきたタックルが欲しかったスイムベイトみたいな。ベイトフィネスしか持ってきてないのマジ痛え。この状況でこれは痛え。お、ボスよ。まあ、食わんと思うけど。あんな魚は食わんと思いますが。どうですか？食ったわ。マジか。よし！簡単に食った。産卵絡みじゃないんだ。こいつは。今までの時間何やってんや。よーし、よしよし。お前は食い気あるんかい。やったー。君は三段絡んでないんですかね。よいしょ。えー、でかい。あ、見て見て、アフターです。完全にアフター。少なくとも1回産んでる系のオスだね。で、近くにフライがあるわけでもなく、おい、ペンチがねえぞペンチないなった。フライがいるわけでもなく、簡単に釣れたこういう魚を狙ってった方がいいんだろうね。ちょっと待って、ペンチないんだけどあったあった危ねえ。あれで釣れてなかった俺。ペンチ忘れたままやったわ。なんか一匹だけこうスワーって泳いでいってさ、産卵絡みかなーって食うわけないかって思ったら全然産卵絡みじゃなくて、ゴリゴリアフター君でした。フライがいるわけじゃないんだね。すげえ無駄な時間やったね。考えてみればこれあんなあっさり釣れるってことはめちゃくちゃ必死こいて、あのオス1匹とメス3匹狙ってたのに見えないけど、あれ1日やってたら多分坊主なんでやっぱその曇り持って風が吹いてるっていうシチュエーションを生かさんとね、食おう食おうって思ってる魚はあんな感じで簡単に食うらしいです食うらしいっす。やべ、秒殺やったな。めちゃくちゃ雑いアプローチしたのにな。あの辺かな、ポイッキュ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 ッ。これがバスフィッシングやね。アフターの魚狙いに変えましょうか。変えて2分やったね。さてと、ちょっと移動してきて魚の映像だけ撮るかテーマなど何もなく魚の映像だけでも撮れませんかね。水濁ってる。ここはここであれだな。いいな。サイトフィッシングがちょっとしんどそうだけど、ガード付きのジグヘッドワッキーにしました。フリックボックスやっていきましょう。フリックシェイクじゃないけどまあゆっくり強くを満たしてるよね。この春の時期のキーワードとしてこういうジグヘッドワッキーは。だからね、春の定番と言われはするよね。ライトリグ系の中でもやっぱり随一にゆっくり弾けるし、あと強いよね、アピール。だから位置づけとしては表層とかボトムじゃなくて中層をそれなりにゆっくりかつアピーリーに探っていくライトリグ。水が濁ってるところとかでは比較的有効かな。こういうふうに動かす分にはね、置いとったら一緒だけど、単純に使いづらいだけだから。動かしてなんぼと言えば動かしてなんぼかな。いないのか魚が気づいてないのか分かりませんね。それともプリスポーンのタイミングで食い気がないのか。いや、アフターもいるはずだから言うて
だからそういう魚を狙おう。もうプリの魚なんか釣れん。こんな曇ってたらサイトもできんし、ここなんか水も濁ってるし、食い気ムンムン丸の魚を取っていきたい。あ、食った、いいね。トン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 、よし、お、巻かれてるな。あ、え、お前、え、お前かよ。外れたかと思ってた。ついてたわ。お前かい。すごい重いから、まあ、巻かれてるのは分かったけど、ちっちゃ。奇跡的なサイズやったの。フッキングした瞬間と上がってきたサイズの差が激しすぎるフィッシュ歴代1位でしたね。やばかったわ今の。40ぐらいあるかと思って。10センチ台でした。魚かかってるの超巻かれそう。あ、食った。ちょっと出てきてほしい。なんか巻かれてそう。ちっちゃいな。下手したらギルだなこれ。はいはい、これです。なんじゃこのサイズは。あ、やべ、なんかすげえか。ミノーよりちっちゃい。あれ、背中にかけて泳がした方がそれなりの魚釣れそうですね。ちっちゃすぎワロチンです。いやー、あんなんしかいないのかな。でかいのはどこでしょうか。魚がいない。ぐるぐる回ってるかと思ったら。なんだと。サクッと一匹釣って帰ろうと思ったんですけどね。全然サクッと釣れねえや。おらんすか。全然いませんね、魚が。あの辺、うい。このキャストであの飛距離。素晴らしい。割とミラクルキャスト。何もなかった。釣れねえ。マジか。本当に釣れない。バスどこ行った。もしかして全部のバスがスポーニングモードに入ってるとか。一匹ぐらい俺やろ。まさかここにもカワウ殲滅隊がやってきたんじゃねえだろうな。40センチぐらいのバス全部食われたとか。あり得るぞ。10センチぐらいのバスだけ生き残ってる。さあ、浅いところにやってまいりましたよ。バスが産気づいているのであれば、この辺にはおるじゃろうと。食うかどうかわかりません。おやおやおや、バスの姿が見当たりませんけど、この辺におらんかったら、どない言うこっちゃねんって話やけどね。やば、マジか。マジで、バスいなくなった、ここ。こんな釣れんか。思ったんと違うな。はぁ、一周してきたけど、なんもなかった。バス絶滅説。釣り方がダメなんかな。にしてはなんもなさすぎるやろ。やべぇ。ここに入ってこんはもうバスおらんよ。一周回ってる間に入ってないかな。あ、食った。よし、いいサイズ。よし、いた。絶滅してなかった。焦った。絶滅してなかったわ。ここに差し込んでないならもうバスは絶滅したいんよって思ったけど。よかった、してなかったわ。冷てえわ。よいしょ、外れた。危ねえ。君はまだアフターではない感じだね。よし、小ぶりだけど安心したわ。このサイズが生き残ってて。いや、まあ、あの一匹しかおらん可能性はゼロじゃないけど、ここに差し込んでないがもうバス絶滅したんよって。してなくてよかったわ。少なくともゼロじゃねえな。はあ、よかったよかった。ふぅ、焦った焦った。